ってきて割とすぐに3時間くらいな気づいたら寝ててですね、先ほど夜ご飯を食べ終えたところでございます。はい、でも眠たいので今日は早めに寝ます。まあ明日ね朝早くないので朝配信だけして、まあ、一回寝るんで。こんばんは。明日はね夕方からなので仕事のんびりしたいと思います。今日ね歩きながら寝そうだったよ。帰る時ね歩いてきたんだけどってなりそうになってやばい寝ると思って、そうで案の定ね帰ってきたらね爆睡かますという。こんばんは。びっくりしました、時間見て。そうなんかお兄ちゃんがね一回様子見に来てたのは気づいたんだけど、そう爆睡かましてましたね。とりあえずお風呂入りたかった。私なんかさお風呂入ってさ配信をしようと思ってたの今日。こんなに寝ると思ってなかったからよ。とりあえず1時間くらい寝てご飯食べてお風呂入って配信しようとか思ってたらさ、なんかそんな時間なかったね。お風呂入ってたらもう10時コースだと思って。さあ私お風呂入った後ね最近またストレッチとかを始めたので終わんないわと思って、また髪の毛びちゃびちゃのまま配信しなきゃいけんと思って、好きに配信をすることにしました。なんでねちょっと、はい、もうね今日の朝ね朝もさ眠たいって言ってたやん。で終わったらちょっと寝るかもみたいな話をしてたやん。寝ましたよ、30分寝ましたよ。30分寝た後逆にしんどかったですよ。中途半端に寝るのはよろしくないですね。中途半端に寝るとなんか余計に睡眠欲が溢れてしもうた。部屋掃除しよう。入った後髪の毛乾かす、基本的には乾かします。なんだけどもう忙しくて遅く帰ってきた日とかはめんどくさくてもう乾かさない時があります。もう寝たいじゃん一刻も早く、その時はね乾かさないです私は。ポポありがとうございます。本当はダメなんですよ今日の朝とかも。だから自然乾燥したのなんですけど、私髪の毛乾かす時間なかったんで。ダメなんですよ本当は自然乾燥なんてね、髪の痛みがすごいですからね。そう特に髪の毛染めた履歴がある人は特に乾燥、あ乾燥じゃない自然乾燥はダメ。そうまださ何も触ったことないっていう人なりですよ。何もまだ染めたこともないし、まあ普段髪の毛切るくらい。宿毛矯正とかも良くないね。自然乾燥とは多分。何かしらね、あのやったことある人はね、絶対乾かした方がいい。プレゼント届きました。ありがとう。ね使わせてもらうし、ゆっくり見ますね。こんばんは。
まですやすやどんな夢見てるの。こんばんは。もうね、昨日食べ過ぎたから、そうむくみ取らなきゃと思って、意外と少し取れたね、朝より取れたね。そう、そしてね、ネイルが取れましたというか取りました。もう壊れてきてたんで、新しいネイルをせねば。しなくてもいいんだけど、そのと爪の形整えてまた新しいネイルしようかなと思います。明日、あ、まちかじができたらいいな。そうだ、めんどくさくてしない時もあるからね、私に。でも東京行く前にしたいな。東京行くギリギリにできたらいいな、ネイルなんか。ね、せっかくならね。そして今日も相変わらずお仕事がね、忙しかったです。忙しいっすね、仕事ってね。ね、9月になってちょっと落ち着いてくれるといいんですけど、飲食店はやっぱり8月忙しいね。観光客が多い多い。そう、多いんですよね。観光客だけじゃないけど、お休みの人とか。学校って何日から始まるの、みんな学校。うん、なんかさ、もうそう、もう始まってんのかなくらいに思ってたんだけど、何なんだ。え、今何曜日、火曜日、来週くらい、来週月曜日くらいからですかね。4日くらいから。近畿日本の中でトップクラスの観光スポットだよね。え、ちょっとさ、本当にそうだと思う。マジでそう思った。こ今年の夏特に、まあ、私がね、なんかその飲食店で働き始めたっていうのもあるんだろうけど、なんか、ね、今年ねめっちゃ人多かった気がする。本当になんかどこ行ってもなんか、まあ、特に金沢だけどさ、なんかめっちゃ人いると思って、なんか元の水準に戻ったって言いますからね。今までなんかコロナとかでさ自粛してたりしてたのがほぼほぼ元に戻ったみたいな。私だからなんかそういうのもあるのかなと思って、そうめちゃ、まあ、駅とか行くとね、なんかまあ大体雷門の前で観光客の人ね写真撮ってますし、なんかまあ新幹線とかも通ってるし、特急とか大体みんな一回金沢行くじゃないですか。金沢駅さ通るじゃないですか。どこ、すごいと思いつつありがたいなと。本当にありがたいことですよ。みんなね、きっと美味しいものね食べて楽しいとこもあって帰ってんのかな。あ、夜の鼓も多かった。夜あんまりね行くことないからな。またね来てください、金沢。
ております。まあなんかその雪に耐性がない人は冬の時期を避けてぜひ来てください。雪の時期もね、なんか石川ねやっぱり綺麗なんですけど危ないんで。そうですね、春夏秋くらいで。いやマジで私さ仕事さちょっと歩いたりもするんだけどさ、どうやって行こうと思って雪降って、まあさなんかその年によってさ雪の降り方が違うじゃん。うわもう今日めっちゃ積もって、今年超積もるねっていう日もあれば、あれ今年全然雪積もらんねって結構分かれるんですよ。そう積もられると困る、私は仕事行けなくなる、行きたくなくなる行けなくなるじゃない、行きたくなくなるそう慣れてる人はね、まあまあまあ全然全然多分大丈夫だと思うんですけど、歩き方とか心得てると思うんで、ぜひだから慣れてなくてね冬行きたいって方はマジで滑り止めのある靴履いて防寒超防寒してきてください。最近は5年に1回ぐらい大雪な感じ。あ本当？あでも大雪ってだけで雪は降るもんね。積もんないでほしいな。なんか歩きながらさ凍ったりしてるのがすっごい嫌だ。転びますよ、私転びますよ、転びますよ仲良いよねね。ギフトありがとうございます。なんだそれは、あ玉やね。すごい なんかすごいベールみたいなのかかってるやんと思ったら花火でしたありがとうございます。ちょっと待っててね。あ、こんばんは。よいしょ。ね、旅行来た。ありがとうございます。私のメッセージの言葉755になかったよ。よ、来てましたよ。私基本的に755のコメントは私の個人情報がさらされない限り
ああ返信をしてないってことですか。あそれはごめんね、まだしてないんで、ごめんなさい、あの寝てたんでごめんマジでごめんね、寝てたんで755見てなかったんで申し訳ない、少々お待ちください、ね、返せる時と返せない時もあるんで。返せる時にねなんか返してるんで、もしなんかコメントしたのに返信がないと思った人いたら、まあなんかちょっと待つか何回かコメントしてください。そう全部が全部返せるわけでもなく、そう私も見たり見なかったりなので仕事してて、おめめかいいおめめかいい、こんばんは。3回ぐらい、ああごめんね、それは本当にごめんね。それはごめんなさい。でも本当にあの全部が全部返せるわけじゃないよっていうのだけ覚えておいてください。私だから結構返せてない人とかもいるし、なるべくね返したいとは思ってるんで、その気持ちはあるよっていうことだけ覚えといていただけると嬉しいです。すいませんでした。こんばんは。眠いと目が痒くなるんかね、わかんないや。でもさ、まつぱしたのに目描くとさ、まつげ抜けるんですよ。その時の気分で返してるものと思って見てました。ああまあまあまあ、それもはそう、気分っていうかもちろんね見てるんですけど、そうやっぱりなんかまあなんて言ったらいいんだろう、まあ、SNS もまあ正直今もう自由なので、私の返せるタイミングでやってるところはあります。そうだから待っててね。じゃ今日あの後で返しとくので、エイトさんちょっと待っててねちょっと待っててね。だからまあ最近はねちょっと見たり見なかったりなんで、こんばんは。まあ気ままに行きましょうSNS も気ままに行きましょう。もともとね得意分野じゃないのでそう得意分野ではございませんってね。フランチさん行けたら見たりしますか。見てないです。なんか今ねマミがねビバンが面白いって言ってねすぐ騒いでるんですけどね、私今期一つも見てないっていう。そう西千谷と県庁行ってきたもん。県庁近く、西千谷ね私あんまり行かないな。県庁は、うん、県庁も近くもそんな行かんな。分かるけどね全然場所的なと。あインスタあげるわちょっと今、ちょっとごめんすっごい忘れてたからインスタあげるね。綺麗だな。
どれにしよっかな。マミーがさ動きながら撮るんですよ。そのせいでさなんかさブレるんですよ写真が。超ブレてんの。なんで動きながら撮るのって言ったら、なんかいろんな角度からとか画角とかあった方がいいかなと思ってっていうの。いやでもせめて止まって止まってもらってよろしいっていう話をしてて、そうすごいね、何してんやろこの人っていうレベルで動くの。こうやってこうやってこうやって撮りながらこうやってこうやってこうやって、だからその気持ちはねすごいねありがたいんですよ。ありがとうなんですけど、そこまで動かれるとそれはブレるそうブレるよなと思って。はい、どこしました。でもね、なんかねカメラもなんか多分いいやつでしょ、14っていい、ちょっといいのになったでしょきっと。だって私のカメラさ今さ1何 0.5 倍とかなかったもん。そう、なんか広角とかどうやるのか全然わかんないけど広角とかってどうすんの。広角ってないのかこれもう今私のはない。なんかさどこまでの機能があってどこまでのなどういう機能がないのか全く分かって、あっ違うなこれ分かんないんだ。すごく使いづらいよ14 変えといてあれだけど使いづらっ。あの違うんですよ、でもこれは別に悪口を言ってるわけではなくて、私が慣れていないからフェイス ID も全然反応してくれないし、そうっていうだけなんですよ。はい、別に決してね悪口を言っているわけではございません。私がただただ本ボタンになりすぎて、あの指紋認証になりすぎてへったくそのだけなんで、0.5 で写真撮るあれだよね。 0.5 で写真撮るとあれじゃないの、超スタイル良くなるぜっていう。違う違う、なんかすごい素晴らしく頭身がよろしくなるっていうのではなく、マジで本当にフェイス ID 登録しようか一回、もう一回外でさやったんですよ。外のさちょっとさ夕方やったからさ、それでさダメだったのかもしれないじゃん。下に動かしたよ。なんで下に動かしてるもう諦めてる。顔画面に入ってるよ、枠内に顔入れてるじゃん、私の顔あるよ。なんでねえ、ヒカの顔ないって言われるんだけど、あるよ。何言ってんの、枠内ちゃんと顔入れてるじゃん、私の顔だよこれ。 iPhone 少しして、おお
なんかさ、枠内に顔入れてくださいって言われるんだけどさ、入れてんだよちゃんと。なんで反応してくれんの？私の顔ちゃんと見て、お願いだよ。こんなさこんなに指紋認証ならすぐ終わるじゃん。なんで顔あー、はよして。どうやったらいいのさ。あ、こういうこと？よし、行くで行くで。あ、OK。 下からの角度どうでしょうか。おお、いけた。え、いいんちゃう？え、いいんちゃう？あ、手首がもうマジでちょっと14向いてない。私14向いてないよ。あれ本当にマジでダメだね。いや、もう使うけどね。ダメだねとか言ってて、じゃあ解約するとかにはならないから。もうね、いいお値段したんで。いや、高かったマジで。高いね高さにびっくりしたよ私。あの、今までね、マミーにさ、もちろんさん携帯代ね払ってもらっててやったんだけども、なんか自分で払うことにしたし、自分の名前なのね。もうなんか自分のところからなんだけど、そう、支払いなんだけどさ、見積もり出してもらったのよ。でも元々で普段の自分の携帯代をそんな知ってるわけじゃないけど、いつもより、いつもの見積もりより断然値段高くてそうで、大丈夫でしょうかって言われて、あ、はい大丈夫です、はい高いよ20万くらいかは分からん。うん、そう、それはちょっと分かんないんだけど、その見積もりが高かった。びっくりした。明らかにね、ちょっと動揺したよねあ、はい高い高いって思った。まあね、自分で払うんで、なんかいらんものは外して、アニメのやつとか Hulu とかもね、一応入ってるんだし、まあ、使ってるからいいんですけど、いらんもんはちょっと外してやろうかなと思います。そうそうそう、そうなんよ。そう、見積もりより高いんよ多分そう、見積もりより高いから、余計に見積もりでこんなに高いのにまたちょっとプラスするのみたいな。パソコンよりも高いの。パソコンは私だって一括で払ってるから、うん、私パソコン一括で買ったんで、ローン、うん、ローン、なんていうんですか、月々の支払いはないんで。あ、いやでもパソコンの方が多分高いんじゃないですか、値段で言ったら。そう、でもなんかその携帯ってさ、あの、例えばほら今あの音楽のやつのサブスク入れてたり、まあ、Hulu とかアニメ見るやつとか入れたり、私 FOD も一応契約してるんで。そうってなると、そこにまたプラスされるから、そう、毎月のそれは支払いとしてかかってくるからって考えたら、携帯の方が高いのかなと思ってます。そう、なんか例えば機種代とかだけで言うと、そんな多分パソコンの方が高いんですけど、iPhone の14です。普通のプラスじゃない、普通の14。なんか動揺してるなと思って入ってきた。はい、正解です。はい、動揺しております。携帯代が高いぞと、携帯高いぞと、はい、もうだって12は生産終了してるって言われたし、そう、13と14はそんな値段変わんないんですよって言われたらさ、そうで、13在庫ないって言われたらさ、もう選択肢が14しかないわけじゃん。あ、じゃあ14でなるんだよ
頑張ります支払い大丈夫、ちゃんと引き落とされるんで、きっと。15出るから、そうそうそう、さすがに15は無理だ、高い、無理無理無理、私は14で生きていきます、これからね。そう、頑張って働く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 だから、普段からね、ちゃんとだからその家に入れる分もあるんで、そう、あとはね、まあなんかいろいろね、支払いもね、二十歳になってくるものとかあのね、扶養外れるとくるものとかもね、自分で払っておりますので、また頑張りたいと思いますね、頑張ろう。最新機種は給料より高いから、うおーふおーふ上がってくれた支払いの、そう、高いです。頑張ろう。でもね、今ね、始めたいことがもう一つあって、私まあ習い事の分もね、あの自分の口座からね落とされるんですけど、そう、もう一つやりたいことがあるんで、まあ再来月あたりにちょっと始めようかなと思って、そう、様子見て。まあ、これはね、まあ個人的なことなので、超個人的すぎる、あの言うのも恥ずかしいんでちょっと言わないんですけど、またね、そう、お金かかるねすごいお金かかるね、生きるってね、大変だね。習い事ではない、全然習い事ではない、うん、みんな最新プラス iPad プラス Apple Watch だもんね。私違ったよ、 iPad はなんかお父さんからもらったやつだし、私はずっと SE だったし、 SE そうだったし、 Apple Watch も私はお下がりだしそして使わないっていうね。受験さんありがとうございます、こんばんは。そんなことないよ、だ人によります。まあ、もちろんさ、その携帯なんかさ、性能いい方がさ、やっぱり可愛い写真撮れたりさ、みんなに写真をあげたりすることが多いからいいと思います、じゃないでしょうか。いや、そうでもなかったよ。でもだからね、なんかいつも写真撮るときとかお願いしてたもん、カレンちゃんに、あのカレンちゃんの携帯で撮ってほしい、いいや、あのいいさ、あのカメラの性能だったから、そう、カレンちゃんとかミッサーとか送ってもらってたね。私の携帯にはない性能だったので素晴らしかった、ありがとうございました。こんばんは。ギフトありがとうございます。今日ね、そうだな、10分になったらランキングいこうかな、ちょっとね短いんですけど。シネマモードってあるの？なんかフェイス ID が動くってすごい感動するねなんだっけ、あ、写真写真、カメラカメラ、シネマティック、
あ、すごい、なんか、え、なんかさ、ぼやけてるところとピント合ってるとこ、なんか一眼レフ的な。おー、一眼レフ的な。すげえ。すごいね。ギフトありがとうございます。いや、本当にすごいね。もう携帯すごい。なんか今までないものに出会うとやっぱり一つ一つ感動するね。あ、これ14からなの？あー、14。うん。誰やねんって。ちょっと。じゃあなんか撮って、もしなんかあったらね、なんつって旅行の時に誰かにでも撮ってもらおうかな。いいね、素晴らしいね、今の携帯ね。14、いい、本当嬉しい、そう言ってもらえて。フェイス ID だけ本当に困ってる。フェイス ID と本ボタンないことが困っている、私は。うん。だからさ、なんかさ、なんだっけな。SE とかってさ、その電気つけるやつとか、まあ、音量調節、明るさ調節とかってさ、下からだったじゃん。上からなんですよ。しかも上の右の方なんですよ。私初め知らなくって、出ないんだけど、ずっと出ない。え、なんで、え、そういう機能消えたもしかして、え、持ってたら、あ、上からなんだと思って、そうで上からなんだと思ったら、次なんかあのロック画面の写真しか出てこなくって、そうで、たまにあ成功したと思ったら、またロック画面の写真しか出なくなって、私と思って調べたら、右の方から下ろしてくださいって書いてあった。あ、場所によって変わるんこれみたいなね。難しいなと思った。かゆ、足かゆ。ほんとに、なんかさ、画面録画ってないの？画面録画ないっけ？あるよね。iPhone も大変ですね。 Android はもっと使えないけど、私画面録画ってどうやってするの？全然わかんない。右上から指で下に下げるよ。下げた、そしたらなんかほら、音量とか音楽とかのなんか明るさとか調整できるやつが出るじゃん。ここからどうすんの？え、なんもないよ。そういう設定をしなきゃいけない、もしかしてカメラ的な。なんもないんだ。そう、だからないなと思ってて、二重丸がないの。コントロールセンター、もうなんかいろいろある。あ、画面収録だ。あー、出てきた。
や、じゃあ画面録画してみるね。あー、できたー、すごい。3、2、1、ピローンって。はい、終了。すごいね、コントロールセンターってなんかいろんな追加できるんだね。なんか初めて知った。うん、面白いね。素晴らしい。画面録画使うかわからないけど、ちょっと憧れだったんですよ。そう、憧れだったんです、画面録画って。画面収録昔からある。そう、あれあれ、いつからある。え、 SE ついてなくない。でもSE 第3世代ついてる。私が知らなかっただけ。相当前、あれ、あらららら、あららら、ん、うん、コントロールセンターにあった。ちょっと後で見てみよう。え、すごい、フェイス ID が素晴らしく反応するようになった。私が悪かったってこと。あんな暗いところでやった。私が悪かったのか、あそこでやった。すごい、素晴らしく精度がよろしい。急に、急によ本当に。もうさ、私のさ、あの二重顎を晒してもちゃんと反応してくれる。ありがとう。2018ってことは第三世代ありそうね。5年前なら全然ね、 SE 第三世代はもう違う、まだないから、その後だから。こんばんはね、ありがとう。フェイス ID これで君を好きになれそうだ。君を好きになれそうだ。なんかすごい機能がついたもんだな。10分ありがとう。はい、ということでね、ランキングいきたいと思います。13位ゆうこ、32位コジンタンイミズさん、11位サルキチ、30位カーさん、9位ともゆきさん、8位エレメンツさん、7位当たらないゴルクマさん、ランタンさんかな、6位かぼちゃん、5位さくらのお友達さん、4位たもっちゃんさん、3位けんけんけんさん、2位鉄道のエイトさん、1位ゆうとさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。鉄道のエイトさん、さくらのお友達さん、ランタンさん、たもっちゃんさん、けんけんけんさん、かぼちゃん、ゆうとさんです。ありがとうございます。はい、ということでね、本日も皆さん見に来てくださってありがとうございました。ショールーム、インスタグラム755、ツイッター、ぜひね、コメントフォローお願いします。さっきね、インスタグラム投稿したので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。唇、あ、今ちょうど顔向けただけ。多分うん、全然大丈夫、はい、かな。ということで皆さん、本日も一日お疲れ様でした。今日乗り切った皆さん、えらい、お疲れ様。明日もね、なんとなくそれなりに、まあやることはやって、ほどほどに過ごしていきましょう。私もね、明日ね、夕方から仕事だから、それまではゴロゴロするぜと思ったけど、多分ゴロゴロはしないで、いろいろします、やること。はい、ということでね、そうだな、何時かな、明日の朝6時半くらい、6時半から7時の間にまた朝配信もね、しようかなって。
思うので、もしまあ始まんなかったら寝てるなって思ってください。アラームはかけますけど、はい。それではまた明日の朝、起きれば、私がちゃんと起きれば会いましょう。夜はね多分するとは思うので、ということで皆さん明日もう一日ショールームぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。それでは見に来てくださってありがとうございました。おやすみありがとうございました。ゆっくり休むんだよ。夕方に起きたら仕事行けないじゃないか。おやすみ、バイバイ。